んばんは。こんばんは。皆さん、お久しぶりでーす。お久しぶりでございます。お久しぶりですよ。あのね、30秒ラグがあるんで、ちょっと皆さんのコメントを見るまで、私たちちょっとね、30秒かかっちゃうんですけど、お、もうすでにいいね、4。ありがとうございます。感謝。先にね、こう、何回でも、自己紹介するんですけど、花チャンネルと、松原秀人です。どうもよろしくお願いいたします。お願いします。もう30秒経ったかな。皆さんね、コメントしてもらわないと、私たち音声の感じとかちょっと分かってないんで、聞こえ、音割れとかね、してないかな。お、こんばんは、来た。待ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。嬉しい。22人もいる。すごい。ありがたいですね。ありがたい。コメントをちょっと近づけます。ここにちょっと置きますか。いやー、聞こえてます。ありがとうございます。よかったよかった。今日は、お盆なのかな。お盆ですね。ギリギリお盆ですよね。ということで、まあ、久々のライブ配信でもしようかなと思って、ゲストを呼びました。ありがとうございます。呼んでいただいて本当に。とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。恐縮です。知らない人のために、まあ大体知らないと思うんですけど、松原くんとの関係を言うとですね、私は最近愛知室内オーケストラっていうところに入りまして、よっ、ありがとうございます。そこに。ほぼ同期入社したのが松原くんです。よっ、よっ、おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、実はね。そういう経緯で。そういう経緯で。ほぼ同時入社ということで。ね、ほぼ同期。ほぼ同期です。ほぼ同期です。ほんのちょっとだけ花さんの方が上司ですけどね。1ヶ月くらい。1ヶ月、そんなないですよ。そんなない。2週間。2週間。ここはね、正確に刻んでいきます。あ、確かに。でも、はい、オーディションは松原くんの方が1日早いんだよね。そうなんですよ、僕の方がね。そう。この場合の同期ってどっちなんだろうね。ちょっとわからないですよね。わかんないよね。どっちなんだ。会社に問い合わせてみたいと。投票とか。わからないですけどね。お、SEO 万歳。あ、ありがとうございます。SEO から来てくれた。SEO 万歳。ありがとうございます。SEO っていうのはね、わからない人のために言いますと、愛知室内オーケストラ。そう。室内がチェンバーというね、英語が使われますので。そっか。確かに。今気づきましたか。いや、室内の C かって思ってた。室内の C は。S な気がしますけどね。室内オーケストラかと思った。室内じゃないですか、ね。確かにチェンバーだね。はい、普通に考えてチェンバー、ね。愛知チェンバーオーケストラ。確かに。頭文字を取りまして ACO というふうに。ということでございますね。覚えておいてくださいね。すいません、本当。新人なんで。新人です、ね。よろしくお願いします。そう。どうかな、今何人くらい来てんのかな。14人ですね。どうしよう。まあ、吹きますか。吹きますかね。吹きましょうか。じゃあ、あ、でも30秒あるから、あ、室内の C。拾ってくれた？スイーツ内。の、スイーツ内。スイーツ内。スイーツ内。まあ。まあ、まあ、あるかもしれなかった。まあ、いっか。いっか。この辺はね、多様性の時代ですし、ね、ですしですしね、ですしですし、よし、ということで早速いきますかね。はい、じゃあパウエルのデュエット1番からお送りしたいと思います。
手欲しい。拍手欲しいですね。拍手欲しい。拍手欲しいな。皆さん8888って。そうだ。昔のニコニコ動画のように。確かに。コメントいただけたら嬉しいでございます。嬉しいです。これは昔松原くんとやったんだよね。やりましたね。あるコンサートで。あるコンサート。まあ別に伏せることもないんじゃないですか。伏せることはないですね。そう。まあ私たち磯畑さんの TOKIO の磯畑勉先生の弟子。そうなんです。なんですけど。マナ弟子です。マナ弟子なんですけど。こっちから言う。マナ弟子ですけど。炎上しないから大丈夫か。言ってるから。弟子ということで、その磯畑さんの門下生で演奏会があって、金の卵演奏会っていうのを去年やって、まあ、今年もやったんですけど、その時に初めて2人でね、デュエットで。そうですね。出て、その時にやった曲です、うん。正確には一昨年からやってますね。そうだよね。この前第3回があったので、その第2回目ですね。の時に、2人でこのパウエルのデュエットをやったんだ。そう、何曲かやりましたね。うんうん、懐かしいですね。懐かしいですね。はい、パチ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 。ありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 。ありがとうございます。ああ、いい質問来た。いきなり質問返します。じゃあ、質問溜まってきたら、じゃあバテたら質問返しそうです、ね、しますかね。元気のあるうちにたくさん演奏して。はい、そうですね。確かに。元気がなくなってきたら質問を返すという。確かに。あ、それで松丸くんは上吹き。上吹きっていうのは高音奏者。私は低音奏者です。だから1番、2番って感じですね。ですね。今回は全部それでいくよね。どうだったっけ。はい、ね、これです。あ、過ぎちゃったね。はい、これですね。はい、じゃあ2曲目。いきます。同じ、5番。5番。5番。さっきが1番。全部で12曲あるデュエットがありま、で、その中の、さっきは1番をやりました。次は5番を演奏したいと思います。いきますか。はい。シュールだね。シュールですね。なんか終わったけど何もないってか、なんか何もない。うーんっていう。まあまあまあ、まあ。しみるね、心に音楽が。コメントを待ちましょう。確かに30秒あるからね。はい、皆さんがパチ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 。蜂をくれるはずなので。次は7。7番です。だけど水を抜きます。お、パチパチ来た。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。いいですね。ありがとうございます。すごい。皆さん、ホルンやってるのかな。ホルンやってらっしゃる方が視聴してるのが多いんでしょうか。それともね、うん、どうなんでしょうかね。どうなんですかね。友達松原くんの
友達とか。僕の友達見てくれるかなタイプの人がいるのだろうか。みんな忙しいしね。そうですね。でも、お盆ですから。そう、お盆だからね。どうかな、みんな。ホルン奏者が多いのかな。ホルンじゃない人も、ホルンの人も、ね、楽しんでいって、楽しんでいってください。うん。で、もうやる？そうですね。うちのお母さんが見てますね。めちゃくちゃうちはネタです。めちゃくちゃうちはネタですね。まあまあまあ、それはいいでしょう。そうですね。次のは。次は。頑張りましょう。はい、新作ですね、これは。新作ですね。これ演奏会ではやってないんで。初めてやります。そうですね。よし。でもいい曲だよね。はい。はい。生活していたらホルンのデュエットを聴くことはまずないはずです、うんうん、絶対にないないね。しかもピアノが入ってるやつとかならねよくあるけど、まあまあそうですね、確かに完全なホルン2本っていうのは、うん、自分もあんまり聴いた経験がない、ね、確かにこんだけホルンやっててあんまり経験ないんですから。ないけどな、そのそうホルンを仕事にしてない人たちはもっと聴いたことがないはず。確かに確かに、多分ですけどね、わかりませんけど、まあ、うん、こういう感じのね曲が続くんで覚悟してくださいね、はい、いやでもちゃんとあの綺麗な曲も、うん、あるあるあるご用意されておりますので、うん、パウエルはどういう作曲家か知ってる？パウエルは、うん、あのつい最近まで生きて2000何年だっけな、4年か7年ぐらいまで生きてらっしゃったチェコの作曲家でですね、うん、あの結構なんだ最初の方はすごい可愛らしい作品とかあったんですけど、年がだんだんこう老いていくにつれてこう前衛的といいますか、だんだんこう難しい曲になっていったんですけれども、うん、でもやっぱりこうなんかチェコのこう、あ、チェコ人こう歌心っていうのがすごくあって、ただただこう難しい分かりにくい曲を作る作曲家ではなくて、確かにその難しいものの中にこう何かこうちゃんとこう固くなに何かこう伝えたいよっていうメッセージが隠されてるっていう曲が多い気がしますね。あの、うん、ホルンコンチェルトなんかもあったりします、うん、ホルンコンチェルトの他にもファゴットコンチェルトとかも、トランペットコンチェルトとかもあったりしますね、うん、結構ねホルンだと有名って感じはある。そうですね、パウエルのコンチェルトは有名だと思います、うん、コンクールの課題曲になったりとか、うん、最近はあの最近って言ってもまあ何年か前ですけど、あの、うん、有名なラデク・バボラークさんがおーあの CD を出しましたね。我らの神様。はい、神様が、うん、神様見てる？バボラーク今斎藤記念で、ね、います日本にいるから、はい、ビールいっぱい買ってるっていう情報だけは目にしましたけど酒飲みなんで、まあ、そんな感じですかね。いい作曲家だね。いい作曲家だと思います、うん、まあ、あんまり配信とかでね、こう家でご飯とか食べたりお茶飲んだりしながらこう聞くくらいにはちょうどいいんじゃないでしょうかね、うん、いいと思います。2007年ですね、ありがとうございます。2007年に亡くなりましたね。結構最近、あ、結構最近でも20年前ちょいちょい20年前くらいか。そう、うん、結構よし、じゃあ次
これでこの一応一旦パウエルは終わります、うん、12曲目最後の曲です。はい、違いがあるのか伺いたいです。素晴らしい質問。私のがつや消しボディ、まあ、ここだけピカピカなんですよね。松田くんのが全ピカピカ、私のはつや消しとピカピカですね。これはノーラッカーって言うんですけど、このつや消しのところがで、これが、まあ、ラッカーがかかってるっていうことで、まあそういうこと色の違いはそれで、色の違いはそれですね。あの効果とかは、まあ、私はラッカーの方が、うーん、張りがあって結構フォルテとかの時にすごい伸びるイメージがあって、逆にノーラッカーのいい部分っていうのはすごいピアノとかの時にこう結構いいピアノで音の出だしとかクンってなるので、うんうん、強くなくて入れるとか、木管と混じりやすいとか、そういう部分がすごい気に入って、で、でもやっぱり出るまでノーラッカーだとちょっと弱いというか、うん、丸い感じがして、まあ今のなんていうのか、最適解としては本体がノーラッカーでベルがラッカーっていうのが、まあ、今の最適解かな、うんうん、私は。なるほど、うん、松坂はどう？僕はノンラッカーが好きです。え、そうなの？本当はノンラッカーにしたいとずっと思ってるんですけど、なかなかそのタイミングがなくて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。まあそうだよね、103のアレキの103っていうのがね、まあ、メーカー名なんですけど、うん、103のノンラッカーってあんま入ってこない。そうですね、あんまりない、あんまり見たことない、うん、私結構入ってきたらすぐ売れちゃう感じ。あ、まあ確かにそうですね。やっぱ音が好きで、うん、ノンラッカーで、まあ、さっきラッカーのフォルテのことを言ってらっしゃいましたけど、うん、ノンラッカーのフォルテもまあいい音する。するする、こうビーンっていう、こうズーっていう音がするのが聞いてて気持ちいいので、うん、まあ、いつかそういう音を出したいなというので、ノンラッカーはいつか買いたいなっていう、うん、まあ、何十年後になるか分かりませんけど、お金が貯まったらお金が貯まったらはい、買いたいなというふうに思いますね。そうですね、昔ベルだけノンラッカー使ってました。あ、使ってた。逆にでも軽すぎちゃって、そのベルが、あ、なんか音がその近くで止まっちゃって、遠鳴りってい こうホールの奥の方に音を届かせるっていうのがちょっと難しかったので、うんうんうん、
まあもともとついていたラッカーのかかってるベルに戻したというのが経緯になります、うん、なるほど、はい、そういえば私ずっとさっきからこう無意識的にここ拭いてるんですけど、やっぱラッカーは手の赤とか、あのノンラッカーはこう手の赤とかついちゃうんで、まめに拭かないと、あのちょっとなんていうのかな、なんていうんだっけ、酸、手の酸、まあ、酸化というか、酸でこう穴開いちゃったり、缶に穴開いちゃったりとかするんで、あ、そうですね、まあ、結構まめに拭いたり、そう、手汗がすごい人とかだと本当に開いちゃったりしますね、ね、そうそうそう、金属を貫通して、だからこれはなんかちょっと癖みたいなとこもあるかもしれないです、こうですね、拭かないと触ったところは拭くみたいなまあそんな感じでご理解いただけたらと思います。どうですかね、はい、名古屋のうだるような暑さ大丈夫ですか？大丈夫じゃないです本当に暑い、そう、ね、暑すぎる。この前つい何日前だろう、5日前ぐらいまでいましたけど、うん、暑すぎて話にならないというか、う、絶対外を行くときはもう日傘だったりとか、うん、あ、日傘、水とか、うん、なんかこう対策できるもの持っていかないと、うん、もう帽子とかかぶった方がいいですね。もう、あ、帽子、頭が焼けちゃうぐらい本当に太陽が強いなという、そうなんだ、まだ今月は再来週から名古屋行くんで、ちょっと対策気をつけたいと思います。気をつけた方がいいと思います、はい、本当に暑いので、うんうんうん、名古屋以外もね、関西とか、そうだよね、岐阜とか、うん、そこら辺もかなり暑いというふうにお話は聞いてます。まあ、先日あの我々霧島音楽祭ね、鹿児島の霧島音楽祭っていうところ行った時、霧島夜超涼しかった、涼しかったですね、霧島、あれ良かったよね、良かったですね、標高が高いのでやっぱりかなり涼しくて過ごしやすかったですね、うん、鹿児島の人コメントくださいいたら嬉しい、いたら嬉しいですね、うん、鹿児島から超涼しかったね、霧島、そうなんです、ね、特に、いや、温泉とかもね入って、すごいいい音楽祭だったよね、そうですね、すごい人ばっかり来ましたね、あの音楽祭は、うん、リッチな、ね、メンバーで、リッチでしたね、うん、推しご飯もあって、ありました。お、では、次ホルンです。お、みんなホルン、ホルン素人ですみません、朝顔の中の右手は何種類もの型があるのでしょうか、秘密の世界を垣間見たいです。あ、型ね、秘密の世界、いい質問ですね。型はあるようでないが正解ですかね、うんうんうん、あの昔のナチュラルホルン、このこういうのがガチャガチャがまだついてない頃に出された教則本っていうのがある、いっぱいあるんですけど、うんうん、それを見てみると結構いろんな見本が書かれているので、うん、まあ、それを型といえば型なんですけど、うん、でもなんていうのかな、人の手はやっぱ大きさが違いますし、うん、ホルンによってもね、そのスタイルとかね、ネルの太さが違ったりするので、うん、まあ、それに合わせてやっぱりやっていくしかないので、まあ、今現状我々は、我々っていうか私はこういう感じですね、うん、一緒、私が、出してる動画でホルンの右手っていう動画があるんで、見ていただければと思います。ぜひチェックしてください、お願いします、お願いしますそう、そんな感じかな、うん、型っていうのはあんまりないって言っといた方がいいかもしれない、見えるかな、まあ、私はこういう手をこう入れてるんですけど、これ見えますかね、こんな感じ、こんな感じです。でもこう指をね出すとかいう人もいる、すごいすごい好きですよね、これのタイプの人って、あ、なんかこれ主張してくる人、そうなんすごい、なんかウィンフィルとかそうらしい、あ、そうなんですね、あとここを開けるとか、あ、私くっつける派なんですけど、ここ開ける派とか、なんかナチュラルホルンの時とかだと音程の操作、うん、でこうかなり変えたりします、1本だけ閉じてみるとか、うん、1本だけ2本閉じてみるとかでもそのなんか繊細なさ差が出るじゃん、出ますね、かなり、うん、だから結構なんか出るよ ね、それでも結構変わるよね、確かに、うん、っていう感じですね、ですね、次、あ、ご説明ありがとうございます、イエーイ、お、いいね、
ホルンは何本持っていますか？何本持ってますかですって。あー、まあ2本かな。2本あるんだ。僕は1本です。今2本だけど、多い時はもうちょっとあった。あー、でも売っちゃった。売っちゃったか。僕は普通のこのホルンとナチュラルホルンが家に1本ありますね、うん、はい。財政難になったら売ろうかなって思って。ナチュラルを1とカウントするかどうか問題。そうですね、別だよね、あれはね。まあ別ですね、実質ね。実質ね、うんうんうん、というのであれば1本。じゃあ理想はやっぱり2本。いや2本じゃ足りないと思うな。いやまあ、あ、だっていろんなホルンありますからね、うん、あのデスカン、高い方はね。そうそう、デスカント缶って言われるこの、うん、確かにもっと缶がちっちゃくて短いっていう高い音が出やすくなるようなのがありまして、それがここにもう一段ボンってこう積まれてるトリプルホルンっていうのがあるんですけれども、そう、まあ最終的にはやっぱりそれが便利なのかなっていうのは思いますね。今は若いパワーで頑張ってますけど。確かに。普通はあの家で言うと普通のうちらのダブルホルンが2階建てみたいな感じで、そのディスカウントっていう高いやつが出やすいのは3階建てって感じですよね。そうですね。でシングルとかが、1階平屋、平屋建築みたいなイメージで考えてもらえたらいいかなと思います。うん、うん、いやでも私もうなんかそのメーカーと薪、うんうん、でもうやっぱアレキ欲しいかも。あーアレキね、改めて逆に欲しいかもしれない。僕はアレキの103を使ってますけど、うん、アナさんはそれは。これはまあみんな知らないと思うんですけど、ルーカスホルンっていう、まあ、アメリカの薪のホルンですね。アメリカですって。夢がありますね。で、あのシカゴ教の先生が、これ使って、同じシカゴ教の人も結構使ってるっていうので、うんうんうん、あの使ってますね。あの吹いてみたらよかったっていう。よかった、うん。本当はルイスっていう楽器を吹いてたんですけど、スティーブ・ルイスっていう楽器で、それはハンドメイドで、もう今全然手に入らないから、うん、それと同じ巻きでこう選んだのがこれって感じですね。まあ、他にもね、同じ巻きいっぱいあるんですけど、いいですね、うん、まあ、気に入ってます、これは。これですごく。で、おぉ、いっぱい。あ、いいね。これじゃない。あ、松原さん、扶桑文化大学サプライズ出演びっくり。ありがとうございます。そうなんですよ、扶桑ね、知ってますか扶桑。じゃあちょっと私はあの松原くんに教えてもらって扶桑を知ったんですけど、改めて扶桑とは何か説明してもらえますかね。そうそう、説明するほどのものではないんですけど。愛知県のね、扶桑町っていう、うん、まあ町ですよがありまして、うん、そこの出身で僕が、その扶桑文化大学っていうのは、その扶桑文化会館っていう、まあ、会館がありまして、うんうん、そこでのまあこう文化系のお話とか、うん、まあ講演を年に1回を4公演かなやってるんですけれども、うん、毎年それで先日ですね、本当に先日、うん、我々の先生である磯畑勉先生と、 あと名古屋フィルハーモニー交響楽団の、ホルン奏者である安土真由美さんが、ザ・ホルンデュオっていうユニットでいいの、ユニットグループ組まれてまして、そこあの出演していただきまして、我々の扶桑町に来ていただきまして、そこにちょうど帰省中だったので、見に行こうかなと思って見に行ったら、出ろよっていう、あ、そういう風になりまして、アンコールだけ出演させていただきました。サプライズゲストで。そう、いらっしゃったんですね。みんな扶桑とは何っていう。扶桑とは何じゃん。扶桑町名前を。そう、扶桑町。扶養の扶に桑ですよ。扶養の扶に桑。まあ、桑、はい、扶桑町。そうそうそう、桑っていう字が、まあ、皆さん分かる桑の木の桑ですけれども、昔その桑がいっぱい生えてて、蚕産業がすごい有名だったんですよ。なので扶桑っていう名前になったっていうふうに小学校の頃に
習った気がします。なるほど。そう、今は今の特産は蚕ではなくて森口大根っていう長い長いあのぐるぐるにして漬物にしてあの食べる森口大根っていうのと、まあ、あと妻折傘っていう傘、でっかい傘があって、それ何使うの？なんか江戸時代じゃないな、時代劇とかで、あの侍さんがこうお団子を食べるところに、アウトドア用、アウトドア用かなに立ってるあの大きい傘がある、あれが妻折傘だったりする。でも そ, う、ね、それの多分もっと高級なやつが妻折傘だったような気がします。なるほど、ね、違ってた。ラグジュアリーライン、ラグジュアリーライン、そう、ちょっとアウトドアの高級志向な傘が扶桑町、それと大根が扶桑町の、そう、ね、名産ですね。森口大根は給食に出てきたりしますし、妻折傘は昔おばあちゃんに連れられて作ってるところを見学しに行ったりしましたね。はい、まあ、そんな扶桑町のご出身、はい、出身でございます。扶桑町をどうぞよろしくお願いいたします。まあ、そのところでね、まあ、演奏しますか ね、 そうですね、次ね。よし、次はどうしますか。これなんだっけ、これはモーツァルトかな。じゃあモーツァルト、はい、これは有名っちゃ有名ですよね、うん、大学生、ホルン科の大学生が遊びで開いて、遊びじゃできないぐらい難しいっていう確かに本気にならないと無理だよね。そうですね、初めてびっくりしちゃう。よし、シンフォニーの一番の、あ、そうだそうだそうだ、ね、そう、あれ、それなんかいつやった、それ、あの愛知市内でスダンさんが、あー、そうだ、私折り番で松原くんがやった時、そうあれ7歳だっけ、いく7歳でした、っけ、もっと若かったっけ、5歳だっけ。シンフォニーの一番コメントお待ちしてます教えてください、すいません、後で確認しましょう。驚愕の若さなんだよね。そう驚愕でしたね。そうで、もう超完成してるんだよね。そう、普通一番ってさ、もうなんか、あー、まだなんかこう寝れてないなみたいな感じするじゃん、うんうん、チャイコフスキーの一番とかなんかチャイコフスキーはさ、1,2,3 までさ、もうなんかこう捨ててるというかさ、そう、研鑽したなっていう感じが、確かに、ね、やっぱ4から爆発するじゃん、うんうん、だけどやっぱ1からあれって異常じゃん。異常ですね、やっぱ天才異常にすごいと思う、ね、あれは、うん、す
っと聞いてみてほしいです。そう、一番ね、確かにドボルザークの一番とかも皆さん知らないですよね。知らない。いい曲なんですけど、なんか有名にはならない。絶対あるけどさ、あるんだって感じだよね。なんか確かになんかまだ残ってるんだみたいな。あの頃はね、確かにすごい。いや本当良かったです、ね、やばいよ。一番は8歳の時の作品。やっば、8歳何してたって感じだよね。まだ右も左も覚えてなかった。いや右と左は覚えてる。覚える気がなかった。覚えてたかもしれないけど人に聞いてたと思うな。右のチャッキみたいな。今も変わってないよ。それそうね、うん、そうかもしれない、ね、特に変わってはないね。まあとりあえずじゃあちょっとモーツァルト次も行けますか。これですね、はい、次もモーツァルト。モーツァルトは今日は何曲、これで終わりかな。はいはい、じゃあありなし、ありなし、ありなし、なしなし、最初だけありだね。はい、はい、じゃあ吹けるかやります。練習してたんだよね。それはちょっとあれですけど。そう、そうらしい。友達、ホルン奏者の友達がいて、うん、もう違う。それは多分ベートーベン。ベートーベン。ロイトゲープさん。ロイトゲープか。ロイトゲープさんに向けて書いた曲なんですけど、ケーゲルシュタットっていうボーリングの前身みたいな、うん、木の全部木でできてる。あ、こういうやつ。そうそうそう。のを楽しみながら、お酒を飲みながらこう書いたっていう話が残されてますね。で、ちょっとホルンやってる人にしかわからない話かもしれないんですけど、うん、インエスとかインエフとかが一切書かれていなくて、なので当時の常識がイン何だったかはちょっとわかんない。まあ多分 S か D かとかだったと思うんですけど、それで吹くとめちゃくちゃ難しいみたいな。あ、全然何も書かれてないから、それはロイトゲープに対する嫌がらせだったっていうふうに言われてますね。仲いいからこそのあれだよね、いじりみたいな。そうそう、が多かったっていう。そうなんですよ、感じだよね。ちゃんとした調で吹けばすごくいい曲になるというふうに言われてますね、うん、これは本当にいい曲で、いい曲ね。そうそう、うん、いや、いいですね。なんかあれも閉じた。閉じましたよ。なんか、はい、やっぱいい曲だから、なんかもう一曲くらい。そうなん。どう、まあとりあえずコメント返しするか、うん、モーツァルト落ち着いたしな。おし、パーマ似合ってます、ありがとうございます。あ、ワグナーチューバさん、ワグナーチューバさん。いい名前。演奏前のお食事で気をつけてる点はありますでしょうか。乾いた海苔のおにぎりは唇に貼り付くとやばいから食べないとか。量の方が大事な気がするんですよね、私。ああ、確かに、うん、どちらかというと
もうお腹がね、そういっぱいになっちゃうと、いっぱいすぎるとやっぱ集中力もないし、うん、眠くなっちゃうし、眠くなっちゃうし、音じゃないものが出そうになる、出そうになる、出そうになる、確かに、うん、そう。でも私空腹もダメなんですよね。どうそこ空腹は、うん、で、あ、吹けないかもしれないですね、うん、やっぱり腹八分目という言葉があるように、うん、確かにちょうどいい量を食べたいなっていう、うん、食べないように気をつけてるもの、辛いものです。辛いの間違って食べちゃったよね。食べちゃいましたね。お互いにね、お互いに食べちゃいましたね。なんか愛知室内の本番前にあのちょっとね、タイ料理だっけ、タイ料理です、タイ料理食べてめっちゃ美味しかったんだよね。美味しかった。あそこなんてとこだっけ、金山、違う、東桜パクチー、東桜パクチーっていう店で、あのもうおすすめなんで行ってみてほしいんですけど、行ってみてほしいですね。まあ知ってるかな皆さん、ホールの近くのね裏手にあるんですけど、そこで、うん、まあ ね、ご飯食べて、すっごいね、そこまで良かったんで、量もちょうど良かったよね。めっちゃ良かった。そう、でも急にめっちゃ松原くんがお腹痛くなって、本当に本番に本番の20分前ぐらいに、あ、お腹痛いかもしれない。怖すぎる。すごいいいタイミングできまして、うん、ちょっと大変あのビビったっていうことがありましたね。あれ以来ちょっと辛いのは食べないようにしてるかもね。そうだね、ちょっとあれもちょっと気をつけたい、ね、あれは気をつけたい方ですね、うん、そうだな、はい、そんな感じです。確かに、でも人によってやっぱり、うん、匂いのするものはなんか残っちゃうから食べないとか、うん、逆に何の関係もなく大量に食べる人みたいなのもいらっしゃいますね、うん、人それぞれ。あと一切食べない人もいるよね。あ、いますね。朝ごはんだけ食べてきて、うん、そのゲネプロから本番終わるまで何も食べないみたいな人もいたりしますよ、うん、いやそれ理想なんだよね。私それしたいんだけど、やっぱお腹空いちゃう、うん、普通に。確かにね。でもやっぱハングリーな方が集中力はある気がする。あ、でもそれは言いますよね、うん、なんか朝食本当は、まあ、今の時期やめた方がいいけど、うん、朝食を抜いた方が集中力が上がって、うん、午前中にこうやるべきタスクをこう終わらせてみたいな人もいるよね、いますよね、うん、そういう人もいます。そう、それはね、憧れあるけど食べちゃうな私は。ホルン吹いてたらお腹空いちゃいますよね。お腹すく、うん、私やっぱ入った方がいいな、これ。それは思いますね。それを気をつけてます。量を気をつけてます。ACO の演奏会で向井さんがナチュラルホルンを吹かれた時、ぐるぐるをたくさん譜面台にぶら下げられていて驚きました。そう、驚きました。これはナチュラルホルンの演奏会があって、ちなみに向井さんっていうのは私たちの愛知室内オーケストラのもう一人のメンバーの上を吹いてる女の子、はい、女性のプレイヤーなんですけど、ホルンセクションそうの向井さんね、うん、替え管がねありますので、今は指でやってますけど、指で管の長さを変えて調を調節してるんですけれども、昔はあれをね全部変えて取っ替え引っ替えして、うん、やってたので、うん、大変だったでしょう ね、当時はあれ持ち歩いて、そう、かわいそうだな、ね、本当に。そう、あ、まあ、今うちらナチュラルホルンの話してて、今はこういっぱいなんていうのかな、これ普通にこうボタンを押せばその音がその管になるっていう状態のホルンが今のモダンホルンなんですけど、ナチュラルホルンっていうのはもうぐるっとしてるだけだね、うん、こうただ丸めただけみたいな、ただ丸めただけ、その管の長さの丸めただけ、そうそうのやつ。説明下手くそか。それがこう原始的ホルンなんですね。そうそうそう。っていう腸の楽器がそれを抜いてまた別のやつに変えると、これをねやってて、そう、それは管を変えてやったのを今うちらこのボタン1個でできるっていうのがこの画期的な現代システム。現代システム。多分100年前くらいから変わってないよ ね、うん、っていうのが、ナチュラルホルンで、そのそうぐる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 の正体はそれですね。そうぐるぐるはたくさん譜面台にぶら下がってたのはそれですね。そう、こ
これおばが羽黒にいたのですが、周りは桑畑でした。近いっすね。ローカルトーク。ローカルトークですね。ローカルトーク。これはこの2人しかわかんないだろうな。おベートーベンの英雄の三楽章トリオのところ、今夜お願いしたいです。あ、吹けるかな。まあちょっと1人足りないけど。出るか。やってみる？うん。でもじゃあ一瞬3番ホール吹きますね。うん。あ、そうだね。オッケー。吹けるからちょっとごちゃごちゃになりそう。私がなんかそれ聞いたの間違えちゃった。ほんとごめん。吹いてくる。ほんとごめん。それ私が吹いた方がいいのかなって思ったらめっちゃ合ってきた。互いに。ちょっとごめん。ほんとごめん。もう一回やります。もう一回やります。ロシアだったから行かないんだって。すいませんでした。全然大丈夫です。こんな感じで。はい、すいません。これもナチュラルホールの時代ですからね。そうそう。そうこれ全部これでいけるってこと？いける。やってみますか。うん、今ナチュラルホールの時代スタイルでこれ押しただけでやります。これ以外の指使わないでやります。今度はやるんかい。やめてしまいましたけど。やめてみました、もうやめます。こんな感じです。そうそうそう、やっぱりかっこいいですよね、ここね。かっこいい。今度ね、愛知室内でもやりますね、10月、はい、ね、花さんはいらっしゃるのかいらっしゃる。私はいらない。もう一人ね、愛知室内のホールセクションの熊谷さんって方がね、はい、下吹きのもう一人の方が吹きます。私はちょっとその演奏会に乗ってない、出番じゃないです。ちなみに熊谷さんは僕の人生で初めての師匠です。すごい。だから自分の先生が入ってるオーケストラに初めて入ったってことね、就職、はい、そうなんですよ。がすごい縁だよ ねすごい。そう、先生嬉しいかな。コメント欄で教えてください。見てないあんまり見てない。そうですね、の音色って本当に素敵です。先日ショパンのピアノ協奏曲第1番を名古屋で聴いたのですが、うん、一楽章ほか素敵な調べでした。あ、いいですね。一番いいですよね、うん、好きです僕も、うん、確かに。あららりだ、そう、綺麗ですね、うん、綺麗、好き。僕もちっちゃい頃にあの、うん、ピリスの CD 買ってショパンのピアノコンチェルト、うん、聞きましたね。僕もともとピアノやってたので、すごい、ピアノの CD の方が家に多い時代もあったんですけど、すごい、そう、ショパンのピアノコンチェルト最初に聞いたのピリスでしたね。まあ、ピリスといえばモーツァルト あの録音が有名なんですけど、うん、え、ショパン。でもショパン、ショパンを何にも知らなかったから。あ、そっかそっかそっか。ピアノだけやってただけなんで、その知識は何もなかったんですけど、まあ、CD 屋に行ったやつをね、そうそうそう、1個ずつ買うみたいな。あ、これいいかもっつったらピリスだったっていう。あれはいいですね。おすすめ CD。 CD おすすめですね。なるほど。じゃあ次いきます。次いきますか。どこに行ったかな。モーツァルトの40番やってたらたでたんたんたんじゃない、でたーそれ20番40番たらたか、ソシードラじゃない、うん、これやったよね、うちらやった。白川の最後で。そうだね、41がジュピターですよね。うん、そうだ、やりましたよ、山下音楽監督と。そうだ、今年ね、白川ホールがね、愛知の人ならみんな知ってる。そう、すっごいいいホールがあって、白川ホールっていう、そのホールがもう閉館しちゃったんです、今年2月にね。そう、2月いっぱいで閉館してしまいました。で、その最後の公演が、愛知室内、愛知室内、そうだったんでね。そうで、僕の最後が40番、うん、で41番。そうか、40番41番だったね。で終わりましたよね、確か、うん、確かそうだった。ちょっとあんまり覚えてない
ですけど。まあそう、もう日々ねありすぎてね、こう業務が。そうなんです。でもたまにいません、その全部覚えてる人。全部覚えてる。いやすごい、あれ本当すごい。あれね、2000何年の何月の公演で誰々と誰々がいたよね。そうそう、で指揮者誰で前プロ何でみたいな。全部覚えてらっしゃる方いますよ、ね。あれすごい。あれやっぱねすごいと思う。すごい。うん、僕らはそっちじゃない。そっちじゃない側のタイプの奏者。そう、1週間前何やったか。とかもう30秒ぐらいかけないと思います。確かに、あーみたいな。確かに。ありましたね。言えますか？なかなか難しいですけどね。感じていただければ嬉しいです。普段楽器やってない方、うん、さっきシンフォニーの1番の話しましたけど、うん、ベートーベンのシンフォニーの1番は、うん、めちゃくちゃ考えて作られてます。確かに大体昔って大昔ですけど、うん、そのモーツァルトとかの時代ってその超の和音で始まるシンフォニーが多いというか、ほとんどそれがまあ礼儀みたいな感じだったんですけど、うんうんうん、ベートーベンの一番は正ドアなんですよね、うん、ド、この調なのに一番最初の和音がっていう、うん、ソシドミ何調ってなかなか精度はにいかないっていう、その時代からしたら結構っていうびっくりするようなシンフォニーだったらしいですよ。今はね普通ですけど、うん、確かに普通。まあ夜遊びとかも目ひんむく店長多いよね、うん、わーみたいな、多い、わーさすがだみたいな、多い、あれとかポチポチで作ってるから、あれヒゲダンとかね、ヒゲダンとか、そうそう、あそこやばいです、うん、いいね、いいね、うん、次、お、レクチャー、ありがとうございます。松原さん、レクチャー質問ありがとうございます、素晴らしいです。松原さん、花さん、ホルン奏者、これはいいですね。ホルン奏者が超緊張される楽曲はいろいろありますが、うん、花さん、松原さんにはどのような成功談、失敗談、終わりですか？きますね、ありすぎるな、言えるやつと言えないやつとあるよな。いろん初歩的な失敗とか、いろんなのがある。私曲始まる、もう舞台出て楽譜開いたら飛ばしちゃって、それ拾ってて、こうやってサントリウムでこうやって拾ってもう入れなかった時ある。でめっちゃダウンがすごいから、はいはい、ハープの下で、あっその何だろう、期待してた失敗なんだ、違う失敗なんだ気がしますけど、そういう失敗から普通に演奏の失敗まで幅広くあるね。そうですね、幅いきなり幅の広さを見せつけられましたけど失敗談な、一番僕が印象に残、もうトラウマレベルで残ってるのはやっぱり新世界ですかね、うん、大学1年生の時に、うんうん、僕東京芸術大学に、うん、通ってたんですけど、そのありがとうございます、キラキラ。その頃五芸祭っていうのがあって、あ全部の公立 の、うんうんうん、大学が全国の、日本全国の国立の芸術大学の祭典がありまして、沖縄とか愛知県芸、京都市芸と金沢があって、その五芸祭っていうのが金沢であった時に、オーケストラ
の演奏会とブラス吹奏楽の演奏会があったんですけど、うん、僕オーケストラの経験がほとんどなくて、大学に入るまでほとんど本当にほとんどないな、うん、なくてちょっとオーケストラやってみたいと思って新世界だったんですけど、うん、参加したんですよね、そっちに。でなぜかこう一番ホルンを任されてしまいまして、うん、先輩いっぱいいるのに、うん、あれ自分で言い出したのかな、多分ちょっと覚えてないんですけど、でまあ新世界ってあのっていう有名なのがありますけど、うん、その有名なのが終わって何十分かした後にソロがあるんですよね、うん、までは良かったんですけど、うん、出なかったんですね。もう、出ないパターン。本当はこの音なんですけど、もうこういう音も鳴らず、うん、ってなったことがトラウマですね。それさ、トラウマの後やった？やったことなくて、うん、今度は愛知室内ありますよ、ね。嘘嘘嘘、いつあるいつあるし。ありますよ。慶太郎さんの。そうなんだ。何月？何月？何月でしたっけ？12月じゃないかな。じゃあ乗ってるな。そうか。あるので、もしかしたらやるかな。どうだろう。3番ホルンか1番かわからないですけど。リベンジ。はい。いやでも可能性はある。リベンジ大切だよね。そっからねやったことなくて、なんかやる機会あったんですけど、うん、怖くて3番ホルンに。わかる。行くんですけど、3番ホルンも3番ホルンで難しい。最初がねててんって始まるから、ね。そうなんですよ。ラー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 ラあれはさ、タッターにしろっていう指揮者もたまにいる、ね、たまにいる。どっちやねん。あれ3番4番ホルンで本当は吹くんですけど、小林先生、そう、小林健という名前で愛されてる小林健一郎先生、指揮者のね、小林健一郎先生感謝ですっていう人は、あの1本でやってくださいって言われて1人で吹いたことあります。3番1本でお願いします。あるね、あれは緊張しましたね。そういう経験もあるし、新世界が失敗なのかな、僕は。成功は、うん、成功、自分で言うのはあれかな、うん、何やっぱマーラマーラ、この間のマーラ、いや思いました思いましたですか、ね、あの2月に愛知室内でマーラの4番をやって、その時松原から使用期間っていうね、テスト期間、テスト期間でした。愛知室内オーケストラオーディションがあってから、その後テスト期間があって、この人本当に大丈夫かなっていうのを見定める期間があるんですけど、そ、でその時に1番をマーラーの4番の1番を吹いて、もうめっちゃでも良かったね。めちゃくちゃ良かったですね、うん、あれは本当素晴らしかった。自分で言うんだ、うん、そう、なんかこうすごく自分のやりたいことが明確にあった曲で、うんうん、それがやっぱり良かったのか、うんうん、こうどん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 やりたいことが叶えたっていう感じですかね、うん、あれはいい体験になりました。すごく自信がついた経験になりましたね、うん、素晴らしい、うん、素晴らしかったです。ありがとうございます。隣にいましたけど、隣で支えてくださいました。いやいやいや、なんだろうな、失敗だ成功、さっき失敗言った、成功、成功ね、かなぁ、全く分かんないな。成功なんだろうな、本当に出てこない。なんていうか、そうですね、なんだろう、マジで出てこないね、これ。え、いや、成功、常に成功してなきゃいけないパートではあるっていうセカンドは、いや、ファーストはもちろんそうなんだけど、まあ、ファーストがソロっていうすごい重荷を背負ってるにもかかわらず、セカンドが外したりとかしたら絶対ダメだって思うから、なんかそういう意味では常にやっぱこうあんまり外したりせず、いい演奏を心がけて、ではいて、うん、直近の成功はあのこの前の春祭は本番良かったって、うん、まあ良かったかな。ちょっと言わなかったことなかったこと、球種はね、うん、すごく難しいところがね、そう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 、テク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 
ごい難しいのがあれは確かに大変そうでしたけど、じゃあ、 まあ常に成功し続けてるという、うん、まあ、ことでいきますか。そういうことかな。ちょっと思い出したら言おう。思い出したら言う、うん、思い出したら言う。やってる途中にね、今年はアンサンブルクルーゼの演奏会はありませんか。多分ないかな。ない。え、結構あれこうバーってこうなんていうんですかね、こう早い決まってすぐにやるっていう感じで、結構アンサンブルクルーゼって。あ、そう、アンサンブルクルーゼっていうのは木管50奏、私が組んでる木管50奏の団体なんですけど、それの演奏会は結構こうみんなスケジュールをパッて合わせてパッてホール取ってパッてやる感じなんで、今年は多分ないと思うけど、もしかしたらあるかな、あったら嬉しいな、私も、うん、自分でちょっとみんなに連絡しようかなって感じです。ですそんな感じですかね。とりあえず今は質問は OK、 おしまい。あ、これこれ OK、 こっちか、こっちか、こっちこっち、こっちじゃなくて、あ、次は演奏します。あ、大丈夫、うん、よし、しっかり水を抜きまして、確かに、はい、ここ、あ、なんだっけ、テレマテレマじゃないのよ。私の世代だとあのヤマハ音楽教室のあれを思い出していますけどね。あー、なんだっけ、レッド、ソーファミ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 、レッド、レッドのやつね。はい、でもそれモーツァルトだよね。そうか、確か、うん、そうだ、そうだ、そうだ、うん、で、そう、でも似てるね、やっぱね、うん、古典だからね。あれのね、ハモリが美しいんですよね。ドレミファミドファレソッソドミレドミレドシ。あ、そうなんだ。あるハモリ聞いたことないかも。まあ次、ちょっと一応もう、お、ということで、まあ一応演奏は最後、最後ですね。でもなんかちょっと、でもなんだかんだ2468曲、うん、そうですね
なんかやる可能性が出てきてしまいました。そうですね、聞いてないけど聞いてないけど、まあいいですよ。これって大学時代やりました。これっていうのはね、こういう、あ、すみませんね、こういうホルンのなんていうんですか、教則本、デュオが、教則本ではないんですけど、じゃないな、なんだこれ、デュオがいっぱい載ってるまとめみたいな、うん、っていうのがあって、これ私結構東邦、私は東邦学園大学っていう、あの弦楽器が素晴らしい学校で、小沢誠二さんとかねの学校を卒業してて、その時の学生時代によくやりましたね、うんうんうん、これはね、うん、やった？あんまやんないか、あんまりやってない。高校の時になんか、ああ多分間違えて買いました。あ、だってめっちゃ綺麗だもんねこれそうですね、あんまり使ってない。確かに、そう、なんかあったらやりたいなっていうので持ってはいましたけど、うん、そうですね、なんかが来た、なんかが来ましたよ、ついに高校生から、ついに我々のこの伏線をこう今日何年経ってしまったずっと眠ってましたそう、とりあえずやりますか。そうね、あ、一応さ、最後の曲あるんですけど、その前にちょっと松原くんからの、ああそっち、まずちょっとここまで聞いてもらって、皆さんにあの松原くんの魅力も十分伝わったと思うんで松原くんから重大告知、あのしていただきたいと思います。はい、え、ちょっと待ってくださいね、あ、OK、 じゃあ告知します。はい、どうぞ私松原秀人はリサイタルをやります。名古屋と東京の2公演やるんですけれども、うん、名古屋が10月の8日、電気文化会館というところでやりまして、東京公演が名門ですね、電気文化会館といえば10月10日東京公演は、うん、ティアラ高等というところのショーホールでイーホールやります。あ、今ありますね、はい、こちらですね、こ、逆です、こう、あ、そうです、そうです、こちらです。お、難しい、これ、こちらですね、今皆さん見えてますでしょうか、はい、ぜひ皆さん松原くんのリサイタル、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。もっとね、どんな、あのピアノが入ってる曲をやるんですよね。あ、そうですね、もう少しラフにというか、うんうん、聴きやすい曲がいっぱいありますので、楽しんでいただけると思います。難しい曲はそんなにやりません。難しいっていうのは聴いてる方がです、やる方は難しいですけど聴いてる方が難しい曲は、うん、だって聴いたら楽しいからね。楽しいと思います、うん、今回のは、うん、何やんの？まあ、去年日本音楽コンクールっていうのがありまして、そちらでマイコンとか日本音コンとか言われるやつなんですけど、それの本選部門、部門じゃない、ホルン部門の本選の課題曲っていうのがリサイタル形式という、まあ自由に曲を組んでリサイタルのように発表してねっていう課題だったんですけど、そこで3曲僕は演奏したんですね。マルセル・ポーっていう人のレジェンドっていう曲と、デュカスっていう人のヴィラネルっていう曲と、うん、あとはエドガー・コスマさんっていう人のソナチネを演奏したんですけども、はい、そのプログラミングがですね、うん、まあ、僕悩んで悩んで決めたんですけど、うんうん、結構気に入っていて、うん、そのプログラムをその、まあ、コンクールだけで終わらせるのはちょっとなんかもったいないかなっていうふうに思いまして、そのコンクールが終わってもう1ヶ月2ヶ月後にはもうホールを探して取ってて、リサイタルここでやろうっていうふうに決めまして、うんうんうん、はい、で今回その曲を中心としたプログラムを、なるほど、はい、じゃあコンクール聞き逃しちゃったよって人は今回聞いてくれたら、そうですね、またあの感動を味わえるということでよろしいでしょうか。そうですね、ファイナルアンサー、はい、ファイナルアンサーということですね。そうですね、はい、このチラシを作るのも大変でした、はい、まあじゃあとりあえずね、このチラシの秘密は後で公開するということにして、ね、じゃあ最後っていう形、一応うちらも決めたところで言う最後は、何これ、フォンタナさん、全く知ってる、うんうん、全く知らない、この本でしか知らない作曲家、フォンタナ、
かな、フォンタナかな、まあフォンタナ以外呼べないよな、うん、FONTANA フォンタナフォンタナフォンタナやります。いい曲です、いい曲です。この曲が終わったら質問タイムになるので、いっぱい質問ください。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。しっとり、しっとりね、いい曲。終わりました、いい曲ですよ。なんか響きもあるし、メロディーもなんかいいし、ファンに合ってるし、うん、そう、なんかいいよね、いい、素朴だけど、すごい好き。ハモる練習にいいかもしれないです、うん、これは確かに、うん、オーケストラ、普天と三連の吹き分け、そうですね、タリーラタタララタララと、そう、これね、お祭りみたいにならないように、そう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 、ダンダランダランみたいな感じに、そうそうそう、なってはいけないので、タラタラ、いい曲ですね、これは、うん、いい曲、うん、いいと思います、うん、え、オーケストラの、そう、オーケストラとか、うん、アンサンブルで、まあ、やっぱアンサンブル力っていうのが大事になってくると思うんですけど、うん、そこのね、練習にちょうどいい曲な気がします。やっぱゆっくりな方が自分を冷静に見つめられるというか、その通り、さすが、そういう練習にとてもいい。早いとね、ごまかしが効いちゃうので、うんうん、まあうん、そう、ゆっくり丁寧に、ゆっくりな丁寧で、うん、もうバレバレに自分がね、うん、自分にバレバレのね、そうそうそう、テンポでさらうのが大事よ、ね、大事ですよ、うん、OK、 OK、 よし、今日は結構吹いたよ。じゃあコメントを返していこうかな。ベートーベンの交響曲第1番、流しモマって一番好きです。あー、一番好きですか。一番好き、渋いですね、うん、本当のクラシックファン、うん、渋い。いや、でも素晴らしい、いいと思います、うん、いいね、うん、あのちっちゃい編成であれだけね、こういろいろできるっていうのがやっぱ、うん、いや、そう、本当にそう、いい、あの曲はいいですよ、うん、やっぱりベートーベン、何が一番好きですか、シンフォニーだと。ね、いや、まあ運命も好きだし、うん、
球もやっぱいい。あやっぱね、大工はいいですよね、うん、大工と、まあでもベートーベン全般ですけど絶対感動する。うんうんうん、確かに。なんかうわーって、なんか、うん、いい曲だなって、いい曲だなって思いますよね、うん、なんか私あんまりシベリウスとか好きじゃないんですけど、シベリウスとかはシベリウスさんごめんなさい、シベリウスさんちょっとあのちょっと今お盆で帰ってきてるかもしれないから、そうですね、帰ってきてる、ちょっとマジごめんなさいなんですけど、うん、ちょ反りが合わない、あんまり合わない。でもすっごいいい時もあるし、好きな時のもあるし、あんまりだなって思う時のシベリウスもどっちもあるけど、ベートーベンは毎回はぁみたいな、すごいなって、もう何聴いても、確かにね、何聴いてももう、もうなんかバイオリンコンチェルトもそうだし、うんうん、ソナタ、ピアノソナタ聴いてもそうだし、ピアノソナタね、いいですよ、うん、ね、そういうところが好き。やっぱちょっとシベリウスにはこの熱で言えないから、ちょっと今お盆でね、ちょっと帰ってきてるかもしれないから、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと皆さんも内緒で、内緒で、シベリウスには内緒でお願いします、すいません。え、松原くん何ベートーベンだと、シンフォニーだったらやっぱ3番ヘロイカが一番好きですかね、うん、やっぱり、うんうんうん、8番も好き、8もいいね、8もいい、うん、で9はもう何回やっても感動する、感動する、まあ、結局一緒ですよ、うん、全部好きなんですけど、うん、やっぱりなんですかね、3番を初めて聞いた時は感動しましたね。3かっこいいと思って、あ確かにホルンっぽいし、そうそう、ホルン、うん、ホルンがすごくよく使われてるし、うん、ベートーベンの3つながりで僕ピアノコンチェルトの3番も一番好き、うん、ピアノコンチェルト5曲ありますけど、確かに3が一番好き、うんうん、かっこいい、なるほどね、なんかね好きなんですよね、いいよね、うん、でもベートーベンの中で一番好きなのは、うん、フィデリオ、あーわかる、ですかね、やっぱあれはベートーベンの最高傑作じゃないかなっていうふうに自分は思いますね。確かにフィデリオ、あんな無駄な音が一音もない曲ありますかね、確かに、うん、確かに、あれはもう本当に素晴らしいと思います。ホルンはめちゃくちゃ難しいですけど、うん、でもストイックだよね、ストイックさが完璧に現れてて完璧に表現されてて、そこに感動する、そうですね、うん、完璧みたいな、まあそうかに難しいは難しいんだけどっていうね、そういつかやりたいですかね、うん、そうね、そう言えてるな、はい、で次いきますか、次はどこまで行ったかな、ここまで行った、花さん、そうそう、そういう美味しい話です、多分あれですね、失敗談の方ですね、そうそう、楽譜をこぼすっていう、たまりますよね、ピアニストもさ、ああバーってめくったらそのまま楽譜がビャーンって、ね、どこ行くねんってなっちゃう人いるって聞きました、うんうん、いるいる、めくり、私めくりすぎちゃったりとか、そうそうそう、最低のパターン、めくりすぎちゃった、絶対譜めくり引き受けない、うん、譜めくり上手なんだよね、僕は結構、まあ、ピアノやってたから頼まれやすいっていうのが、うん、素晴らしい、読めるので弾けないけど、譜めくりリサイタルとかのピアノ伴奏の譜めくりしてる人って結構ね、すごい技術というか、めっちゃ緊張する、うん、そうね、本当に、うん、使うよね、やりたくないですね、もうもうやらないと思うけど、わかんないな、だって松原くんのリサイタルをの伴奏の遠藤直子さんっていう方が、はい、私もよく伴奏していただくんですけど、松原くんめっちゃ譜めくりもうまいみたいなこと言ってた気がする、本当ですか、うん、そんな気がする、ありがとうございます、遠藤さんありがとうございます、見てる、見てないよ、宣伝し忘れた遠藤さんに、あとからリンク送ろう、あとからそうあれ何の話したっけ、あ、美味しい話の話、あ、そうだね、オッケー、先日 ACO のブライチャーを気に行き素晴らしかったです、あ、ありがとうございます、そうだそうだ、あれは確かに春頃にやったやつ、そう、僕乗ってなかった、そうそうそう、確かにあれはすごいよく吹けた、うん、いい演奏会だった、嬉しい、ありがとうございます、もうめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです、先ほどシカゴ教のホルン奏者の話が少し触れられましたが、5年前に名古屋の老舗オケでデイビッド・クーパー独奏でグリエールのホルン協奏曲を聴いたことがあります、一遍で好きになった楽曲でした、あれね、めっちゃ行きたかったんですよね、いや、そっちも行けなかったんだよ、あれ僕大学の
の授業があと1時間早く終わってたら聞きに行けてたんですよね。ちょうど名古屋に戻る予定があってその日、うんうんうん、めっちゃ聞きたかった、めちゃくちゃ良かったっていう噂を聞きました、ね、しかも人もめっちゃいいとか言って、うん、みんな言ってたよ、ね、クーパーさんいい人ですよ。クーパーさん の, あの基礎練習の動画が YouTube 上にアップされてるんですけれども、めっちゃくちゃきついんでもしよかったらやってみてほしいです。あれ誰もついていけないよね。ついていけない。なんかさ、あれ上がった時さ、おー嬉しいって思ってさ見てさ、いやいや無理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 、何分やんねん。そうそう、でずっと幸せそうな顔で吹いてんじゃん、あれがすごい、すごいやっぱ天才、あれは天才ですね。で、あの私があのホル2台持ってるって言ったんですけど、そのもう1台のルイスっていう楽器がクーパーさんと同じ楽器ですね。あー、なるほど。そう、その楽器です。持ってる、なんだろうこれ、なんのこと話したっけ、なんだっけ、何のこと話したか忘れた。なんだろう、まあいっか。お二人はもちろんホルンが大好きでいらっしゃると思いますが、もし生まれ変わったらやりたい楽器、職業はありますか。あ、終わりですか。うん、ホルン以外、楽器ね、楽器ね、チューバ、チューバね、うん、チューバ好きですよね、本当にチューバ大好き。ワーグナーチューバのお仕事を一緒にしたことあるんですけどチューバコンチェルトをさらってましたから、そうずっとチューバコンチェルトをさらってデレレ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 レやってましたね。好きですよね、チューバ。なんでそんなにチューバが好きなんですか。音とかフォルムとか、あ、持ちやすさ、持ちやすさね、なんかこう確かにあーとはなるのかわからないけど確かにね、音はいいですよね、うん、それすごい好き。あとなんかマウスピースでっかくてめっちゃ吹きやすい、うん、吹きやすい。やっぱホルンは長さに対してマウスピースが小さすぎて難しいじゃないですか。それその苦労がないくていい、なんかちょっと確かに、ね、そこら辺のストレスはフリーに、ね、なるかもしれないですね。で構造は同じ、うんうんうん、ま、似てる、一番ホルンに似てるなっていう。確かに、うん、吹きやすい。あの僕中学校の頃から吹奏楽部だったんですけれども、その時にあのなんでだったか忘れたけど、一瞬だけチューバを担当した時があって。そうなの。そう、あの夏祭りって曲、うん、君がいた夏はあれのチューバだけやりました。なんでボン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 やった思い出はありますね。すげえ早そう、早かった、難しそう、うん、あそこホルンとか言われたらはいって返事しちゃってましたけど、ホルンだった。あ、癖で、はい、っていう思い出はありますね、チューバ。松脇は何やりたい？やりたい、ホルンじゃないとしたら、ホルンじゃないとしたら何ですかね。でも松脇くんってすごい多彩でピアノもやれるしバイオリンも弾いてたんだよね。バイオリン高校のあの副科でやってましたね。すごい、じゃんけんに負けて。最初はチェロをやりたかった。なんか絶対副科取らなきゃいけなくて、男の子、僕音楽科に行ってたんですけど、男の子5人いて、うんうん、コントラバス1人、チェロ2人、バイオリン2人って振り分けさせられるんですけど、全員チェロ希望で、あ、じゃんけんポンってやって、うん、負けてバイオリンになったっていうのがきっかけでやりましたけど、結果いいよね。結果良かったですよ、うん、あのホルンよりハマっちゃって、すごい触った。めちゃくちゃ触りましたね。なかなか弾けたと思うよ、3年間にしては。すごい、うん、バイオリンってちっちゃい頃からピアノと一緒でちっちゃい頃からやらないと、ね、あんまり上手になれないって言いますけど、うん、あのそれなりに楽しんでやってたらちゃんと情熱大陸ぐらいは弾けるようになった。すごい。今はもうできないですけど、てててててて、一番簡単なところ。そうそう、私が弾けそうなところだけ。普通タッタッタラッタのところを言い出す気がするけど、タタタタタタ、もう誰でもってか、ちょっとかじればできるかもしれない。あ、それにインスパイアされてパーマをかけ始めたっていう。違いますね。博士太郎になろうとしたわけではないですね。そこだけちょっと今日覚えて帰って。そこだちょっと覚えて帰ったらなと、いただけたらなと思いますね。そうですね。違う楽器はね。うん、管楽器だったらでもやっぱりホルンが好きかな、うんうん、この今の知識を持ったまま生まれ変われるんだったら、うん、
あのピアノをめっちゃ練習したいですね。へえ。ピアノやりたい。ピアノやっぱ何でもできるじゃないですか、一人で。あれがいい。じゃあ飲み会とかないよ、ピアノは。大宴会。飲み会を見越しての。なんか演奏会終わった後とかさ。飲み会を見越しての、いや、ある。あるか。絶対ある。あるか、でもちょっとほら、雰囲気違います、まあ。雰囲気は違いますよね、うん。もうちょっとこうお高く泊まった感じにはなるとは思いますけど。まあ、あくまで予想値としてね。そうそう、でもいろいろ知識入れた上でピアノ弾くと楽しいのかなっていうのは。うん、思います。一人で完結したい。そう、完結したい。フラット駅中のピアノとか。ああ、まあね、そういうのはかっこいいよね。弾いて分かりやすくていいっていうのはやってみたいなっていうのは今思えばね、ありますけどね、うん、なるほどね。職業は？職業、うん、私明確にあるんだよ。マジっすか、うん、職業ね、僕何になりたいんだろう。あるわ、めちゃくちゃあった。アニソンシンガーになりたい。それ今でも叶うんじゃない？今は叶わんでしょう。さすがにへっちゃらーみたいなやつを影山ひろの分バースデーライブ行くぐらい好きなんですけどそうだよね。そう、アニソンがね、本当に昔のアニソン、うん、今のこうおしゃれな隠し事だらけみたいなんじゃなくて、うん、本当にあのもう亡くなられた水木一郎さんとか、確かに、あの最近入院から復帰されました櫛田明さんとか、うん、そういうこう時代、あ、まあ、うん、そこまで言ったら堀江光子さんも名前を出さなきゃいけないですけど、あと佐々木勲さんとかね、そこら辺のアニソンが本当に好きで、あの頃のアニソン歌詞って本当に歌が上手いんですよ、うん、水木一郎さんなんて本当に実力がある人、うんうん、なんかまあやっぱアニソン歌ってるんで世間的にはこう、うん、なんていうの、なんていうのかなこう メイン軸には持ってきづらいところにいる人でしたけど、うん、本当に昭和歌謡うまい方だったので、うん、そのアニソンってジャンル作ったくらいの人なのかなっていうイメージ。確かに確かに、一番最初は鉄腕アトムっていう風に聞いたことがあるけど、まあ、あとはおしゃれになったのはやっぱ39ですね、銀河鉄道39かっていうのはありますけど、いい、ね、うん、まあ、やっぱそのデビルマンとか、うん、マジンガー Z、 コンバトラー V とか、そこら辺のアニソンが好きなので、あの今一番好きなのはジャンプロジェクトっていう、うん、あのアニソンシンガーがいまして、さっき歌ったチャラヘッチャラの影山博信さんとか、うん、へえ、今日曜日の朝やってる爆上げ戦隊ブンブンジャーの、あ、ブンブンジャー、あのオープニング歌ってる遠藤正明さんとか、おうおう、そういう人たちが、あとあれですよ、ワンピースの We Are 歌ってる北谷博さんとかがいらっしゃるジャンプロジェクトっていうグルのが好きで、アニソンいっぱい歌ってらっしゃって、そういう結構激アツ系のアニソンをがすごい好きだったので、そういうね、アニソンシンガーになりたいなっていう夢はありますけど、生まれ変わったらボイトレに通う、ね、あー、なるほど、でアニソンの歌手になる、専門で歌いたいですね。花さんは、私建築家、建築家、建築関係、うん、トントントン、うん、安藤忠雄とか、ああいう、なんかちょっとわかんない、そういうあの建築したいですね、設計っていうか建物を建てて、うんうん、いい空間でこうみんなと幸せをシェアするみたいな、はいはい、まあ、今あんま変わらないっちゃ変わらない、まあ人のための仕事ではあります。まあみんなそうか、うん、まあみんなそうだけど、でもなんかいいよね、うんうん、好き、確かに建築関係、うん、そう、好きですね、いいですね、確かにいろんな憧れるありますもんね、うん、そう、なんかこう自分が設計した家に違う人が、うんうん、幸せに暮らしてるってなんかちょっと嬉しくない？確かにね、レゴでもいいけど、はいはい、わかんない、レゴでもいいけどはいはいはいって今とりあえず相槌を打ってしまいましたけどレゴだとちょっとレゴはあかんな、難しいかもしれないけど、まあね、そんなとこですかね、レゴランドもありますから、まあ、ですよね、はい、ですよね、ちょっと生まれ変わったらレゴランドに就職していただいて、レゴランド就職したいと思います。結局名古屋なんだってな感じです、ってな感じですね。ホルンを始めたきっかけ、ホルンを始めたきっかけは何ですか？吹奏楽部です、中学校の、僕は吹奏楽部、うん、まあ、これは今あれどっかに載ってるよね、そうか、花さんはもう出ちゃった、そうだ、そうです、そうです、まだだ、今月の愛知室内オーケストラのプログラムに載ってるので、ぜひそちらを私の分はご覧いただければと思います。松原君は、僕も同じ、同じタイミング、同じタイミングで8月の定期演奏会のプログラムに載るので、まあぜひ見てください、見ていただければと、はい、よろしくお願いします、思います、次パン、かわいい、
パン。あ、パンドロも違うか。え、待ってよ。サンタクロースを敵に回しましたね。シベリウスの交響曲の冒頭はよくありません。あのホルンのね。あー、いい。あれはいい。もちろんいい。あれはいい。うん、もちろんいいね。お、今出るのかな ?8 月の公演の。あ。先ほど言いました。私たちの、プログラム、なんだっけ、8月の30日、場所はこっちか、愛知県芸術、こう、なんだっけ、芸術劇場、芸術劇場、通称芸文です。芸文です。芸文でやります。何やるんだっけな。シューマンのラインやるんですよ。ですね、かっこいい。これはもうぜひね、大ヒッチョ。ホルンの方ぜひ聞きに来てください。松原さん、昭和の春英だったですね。名和ね。あ、名和の。あ、いや、音楽家なのであんまり頭良くなかったですね。名和って名和高校です、ね、あの音楽家以外もあるんだ。音楽家と普通科がありまして、普通科がめちゃくちゃ頭いいです。へえ。めっちゃ頭いいです。へえ。ほとんどみんな名古屋大学。へえ。ほとんどって言ったら言い過ぎだけど。くらいのもう名古屋大学とか京都大学とか、うん、東大とか。すごい。行きますね。へえ、はい。これちょっとあれかな。松原さんのアニソン昭和世代ですね。ですね。昭和世代。へえ。そう、水木一郎、中川翔子も 大ファンだった兄貴です。そう、うん、兄貴って言われてました。兄貴って、TM レボリューションの西川兄貴も兄貴って言われてるんですけど、西川兄貴の兄貴は漢字の兄貴で、水木一郎の兄貴はカナカナのアニソンキングの略で兄貴です。へー、覚えておいてください。ありがとうございます。賢くなりました、皆さん。あ、ブラームスのシンフォニーだったら、お二人は何番の何楽章が一番好きですか？細かいですね。あー難しい。あー難しいな。年取って変わっちゃうかもしれないです。そうですね。これは難しいな。でもやっぱり。私4番の1楽章かな。あー大人ですね。でなんか始めた。あ、最高。やっぱり4番が好きな人多いですよね。あー4番の4楽章も好き。わかる。いやー箇所によるな。あ、でも僕はやっぱりブラームス1番の4楽章ですかね。1番の4楽章。あー、ホルンのソロが終わって、あー、わかる。チェロが出てきたところ。ソドシドラソ、わかる。今悩んでたのは、うん、そことブラームス2番の4楽章のファッファーソファミレミファッファラソミレミファラリシラが出てきたところも、確かにあそこでああってなるね。どっちかなって悩んで1番を出しました。確かに2番も好き、3番も好き、3番好き、でも4番も好き。きっと多分自分が年取った頃に一番好きなのは4番なんだろうなっていう予想はできます。やっぱり確かに、なんか宇宙的じゃないですか。うん、わかるわかるわかる。ブラームスの4番って、うん、そう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 、覇王色出てるじゃん。うん、そうですね。出てますね。僕でもやっぱり1番のあの長い年月をかけてこう作られたっていうエピソードをがやっぱり好きで、そっからの解放がやっぱり、うん、あの明るい蝶になった時に表されてるかなっていうのがありますね。僕はやっぱり1番、いいね、4番ね、4番1番用意で覚えててください。覚える意味あんのかなこれ。松丸くんのチラシをもう一回出してもらえますか。いつでしたっけ。10月です。10月の8日名古屋、10月の10日東京になりますけれども、okay. はい、松原さんはあのこのリサイタルのまでにまた来てくれたりするんですかね、ライブ配信。あ、もちろん、あの皆様が皆様が良いのであれば全然。え、
ライブ配信ってどれぐらいやられてるんですか？いや久しぶりすぎて1ミリも覚えてない。多分1年以上ぶりだと思いますね、これ。全然やられてない。全然してないんで、ほんと久しぶりですね。ちょっとね、動画の更新も頑張っていきたいなというお話は伺いましたけれども。松浦くんにいつもね、何やろう、次何やったしたらいいかなっていう話をして、こうしたらいいんじゃないですかって言われて、分かったって言っても、早1年。1年経ちましたね。はい、すいません。企画を何十個そう、コーヒー飲みながら。はい、出しまして、うん、提出して、うん、まだ1個ぐらいしかやってないですよね。本当、すいません、本当。本当になのに皆さんね、もう今日見に来てくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいコメントも残していってください。動画出せって煽ってあげてください。煽ってください、煽ってください。変化ありがとうございます。本当に動画出して、もう皆様の支えられ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 ですね。もうほぼ寝そべった状態で動画をこれでもう上げさせてもらってます。本当、ありがとうございます。ありがとうございます。チラシがチラシ、あ、出てますね。あ、そうだ、これ言い忘れてたけど、はい、今日の、ちょっとこれそうだ、今日なんで松原くんをゲストに呼んだかっていうと、もうそれはもちろん仲いいからとか上手だからとかね、こういろいろ同じオーケストラだからとかあるんですけど、この発端になったのが、ちょっと今画像出るかな、今ちょっと、ね、きっかけがね、はい、こちら見ていただくいて、ちょっと異変に気づくかな皆さん。この辺、この辺ですね。この辺の綴り、この辺ね、はい、この辺綴りちょっと見ていただければ分かるんですけど、気づきますか皆さん。皆さんちょっと30秒一応待つ。この辺ですね。これリサイタルのチラシなんですけど先ほど出ていた、チラシの上部になりますけれども、上部、こちら、皆さん、わかりますかね？じゃあ、ヒデと松村、松やっちゃってる、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 これ、やっちゃってる、やっちゃってる、これを、最初に入稿しましたとき、松原さん、これ、何部発行したんでしたっけ？3500部作りました。はい、悲しい、 いや悲しいけど事実です。そう、松村っていう思いっきり間違えたチラシをですね、なんで気づかなかったんだろうって感じなんですけど、うん、気づかなかったんですよこれね、本当なんですよ。気づかなくて松村やっちゃったなと思ってでもちろんすり直しました、うん、だってすごく大切なリサイタルのチラシだし、うんうん、なんならチケットも間違えてたしみたいな、うん、チケットも、はい、間違えまして、そう、松村なっちゃったんですよってちょうどその時愛知市内の公演がありまして、そうそう、花さんにお会いする機会がありましたので、そう言っちゃったんですよね。 そしたら、じゃあちょっとそれは宣伝した方がいいね、リサイタルやるならっつって、で松村3500枚を無にした分、もうスーパーチャットでもう取り返そう、そう、花チャンネルのスーパーチャットで取り返そうって言ったんですけど、言ったんですよ、ありがとうございますって言ったんですよ。で今日来てくれることになったんですけど、私がちょっと設定ミスって今日スーパーチャットできません、すいません、本当すいませんでした、本当すいませんでした、本当すいませんでした。なんで皆さんこの松村くんのリサイタルもぜひ行ってあげてください。ぜひもうよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いしますぜひ、はい、東京公演、愛知公演、特に愛知公演はでかい箱ですので、はい、ぜひお知り合いの方々に、はいはい、こんな人がいるよっていうのを名前だけでも言っていただけたらなと思います。大丈夫、よろしくお願いいたします。本当さあ、まあ、っていうね、松村くんなんですけど、だから松原くんって今度読まないで、ま、あ、松村くんやめてください松原ですたまにいじられるんですよ、すごいこすられるんですよ、ね、ね、チラシ何番だっけつって、
なぜかフェス家にあります、やっちゃってんなっつって、お盆の迎え火で焼けばよかったチリ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 灰がこんなこと3500部すごいことになる、本当に燃やしてやろうってね思ってますけどね本当に、自分もびっくりしましたよ本当そうで、さらに、告知があるとするならば、はいはい、我々これ言っていいんだよね、何ですか、来年の2月の一大イベント、そう言っていいのかな、じゃあ12月のイベントから言おうか、名前出たっけ、ちなみに12月のあの件もダメよ、まだ、あ、まだダメ、あ、じゃあ、まあ、じゃあ改めてまたじゃあ告知しよう、それは告知しよう、とりあえず愛知素材のね、はい、公演を聞きに行って、聞きに来ていただけたら嬉しいなという、はい、感じです、そうです、まああとまあ僕今12月と2月って言っちゃいましたけど、うん、まあ、何かしらあります、何かしらあれ、改めてまた報告します、すいません、はい、報告します、でこの一応ね松ブラーって書いてくれてる、あスペルが違う、松原です、松原です、やらかしてる、やらかしてる、はい、完全に完全にやらかしましたよ、そうありがとうございます、そうこのチャンネルさんのキングヌー白日聞いてめちゃくちゃ感動した記憶やりました、ぜひお二人でマルチレコーディング希望、いやほんと昨日ね嬉しいです、マルチレコーディングはしたいのよ、あしたいしたいしたいっていうか、したいのよ、案はもう、おう、ね、そう出してる、ね、出してる出してるんで、まあ、あとやるだけなんですけどね、本当に、はい、やりたいです、僕もやりたいです、ほんと、うん、はい、結構花チャンネル出たいよ、出てもいいよっていう、うん、ホルン奏者の方いらっしゃいますからね、ありがとうございます、ほんと飽きない、飽きられないうちに飽きられないうちにアポ取って、ほんとっすね、うん、やった方がいいですよ、いやもうほんと視聴者に恵まれ、視聴者に恵まれ、仲間に恵まれ、仲間に恵まれ、同僚に恵まれ、人がいいですからね、花さんは本当に、いやもう 松村さん、そんな松原です、松原です、え、3000、あれ、いくらでしたっけ、3500です、いくらだったっけ、いくらだったかな、まあまあいい、1万は超えてたよね、もちろん超えてますね、やばいわ、マウスピースがみたいな感じですかね、変えちゃうね、はい、ちょっと痛かったですね悲しい、そうだ、なかなか、はい、まあそんな感じですけれども、あれ今止まってるかな、もしかして結構止まってます、これってどうかな、カタカタですか、カタカタですかね、すいませんね、これってアーカイブは結構スルスル行くのかな、アーカイブはスルスル行くみたいなんで、カタカタしちゃった部分はアーカイブでもう一回見ていただければと、はい、何卒で思います、何卒でございます、だね、そうですね、そうだね、宣伝はそんなもんですね、宣伝そんなもんですね、まあなんかちょっと宣伝もちょっと結構挟まっちゃったんですけど、まあ久々にちょっとライブ配信できて本当楽しかったです、ありがとうございました、いやこちらこそです、本当にありがとうございました、あ、ま、松原さんありがとうございました、松原です、松原です、何回やんねんこれ今日みんな覚えてくれたから、ちゃんと覚えてくれましたよ、松原ですから、そう、本当ね、ちゃんとしたホルン奏者2人とも2人ともちゃんとしたホルン奏者ではあります、確かに、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ね、またねやりたいですね、またやりたい、今日はね、なんだろう、ボなんだっけ、ギャレーじゃないな、全部で8曲やって、オーケストラも含めると10曲ですか、そうやりましたね、オーケストラの、ね、リクエストありがたかったですね、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ぜひなんか、まあ、また次のね配信いつかわかんないけど、ちょっとその時もリクエストもらったらできるようにね、そうですね、皆様ぜひぜひコメントの方よろしくお願いします。うん、すごい。マルチ録音ではぜひチューバとピアノも重ね撮りでお願いします。いいね。ピアノ。ピアノチューバ。もうチューバも誰のか。何のチャンネルやねん。確かに。まあ頑張れたら。いいですね。頑張りたいですね。うん、そうですね。いやなんかホルンで吹いてほしい曲とかあるのかな、みんな。ああ確かに。そういうのも一応募集してはいます。うん。いつでも募集してるし、みんな答えてくれてる、ただ私がやってないだけ、それ本当すいません、本当に忙しいです、本当に忙しいです、みんな案はくれるんですけど
ょっと忙しいみたいな売れっ子なので。いやいや、渡良くんも今日よくスケジュールあったよね、うちら全然。はい、僕は、ね、いや珍しい。いやいやいや、もうだって松良くんこの後草津音楽祭。あ、そうですね、あのね、そう、草津音楽祭行くのでちょっとそちらには、うん、そちらにはいないんですけども。そうだね、はい、そうだよね、たりします、いろいろあります。いや、今年は音楽祭多かったね。多かったですね、霧島もそうですけど、うん、ね、東京春音楽祭とかもね。あ、そうだよね、ありましたし、私もうやった曲もさ、霧島において春の祭典。そうなんですよ、夏に春の祭典やるんだってい う春フェスね、春フェス夏フェスじゃないんかいっていう、っていう春フェスやるっていう、 そこはかなり気になりポイントではあった。気になりましたね、うん、あれ誰も書いてなかったね。何がですか、え、なんか、あ、夏なのに春祭やるんだみたいな。僕しか言ってなかった。そう、言ってなかった、そう、松原くんしか言ってなかったね。僕が、X2 じゃない、旧 Twitter で言いましたね、多分、うん、ね、夏なのに春です。そう、あれどうだった。あんまりでしょ。あんまりだったんだ、かわいそう。面白い面白いみたいにはならなかった。私だけめちゃくちゃ受けてたけどな。そう、僕 SNS もいろいろやってますので、もしよかったら、そうだ、インスタとか X とかよろしくお願いします。何で検索したいんですか。ヒデとアンダーバーじゃなかった。なんて検索したら出てくるんだ。いや、私これメンションするためになんか松原ヒデとって入れたらなんか出てこなくて。あ、本当ですか。アットヒデとアンダーバーなんとかみたいな。あ、そうかもしれない。それであの出てくるはずです。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、愛知室内のね、アカウントも。あ、そうそう。インスタ、ツイッターじゃなくて、X あります。あるんで、ぜひフォローお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。うん、頑張りたいとは聞いています。ね、みんなフォローしていただければと思います。はい、そっちから来てくれた人もいるもんね。最近、あの、愛知室内の SNS で、なんか2人の紹介がね、取り上げて。そう。いただいてるみたいで。そうだそうだ。ありがとうございます。ぜひチェックしていただければと思います。はい、楽しかったです。ありがとうございました。あ、こちらこそです。ありがとうございました。あっという間の2時間、ありがとうございました。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。助かりました。もう本当ありがとうございます。とっても楽しかったです。ありがとうございます。またぜひお願いします。本当ですね、またぜひお願いします。いや、ありがとうございます。いやーね、ちょっとなんかもう一人くらい増やしてね、戸田くんとか呼ぶ。あ、確かに。戸田くん再召喚して、戸田さん上も下も両方行けますから、うん、そうですね。あとはやっぱあのこの時間に空いてて出てもいいよって言って、うち知ってるホルン奏者の方うち来てくださって構わないんで。乱入ありなんで、それはありみたいです。OK です。あのホルン奏者の方お待ちしております。お願いいたします。お願いします。そんなところですかね。そんなところですかね。じゃあ10時ぴったりまでやります。まああと7分あるけど、あと語りたいことある？語りたいこと、うん、そうですね、そうだな、最近あ、まあ、うん、まあこれは僕から言っていいでしょう。この生配信の冒頭にお話しした、そのパウエルのデュエットはい、やったんですけど、その時に言ったその磯畑勉と金の卵たちっていう演奏会が、うん、まあ、今ボリューム3まで、うん、今年ねやっていたんですけども、うん、ボリューム4の決定しましたので、はい、また近日中かどうかわからないけど、うん、同じような時期、まあ、大体いつも4月にやってるんですけど、うん、それね東京でやってるんですけど、そうそうそう、多分同じような時期にまたやると思いますので、そちらもチェックしていただけたらの噛んだチェックしていただけたらと思います。そうですね、はい、さっき名前出た戸田さんもおそらく出演される気がします。そう、金の卵チルドレンなんで、そうそう、うちら金の卵チルドレン、卵なのにチル、確かにどっち、わからないですけども、はい、金の卵チルドレンですので、そちらも、うん、まあ、チェックしていただけたらなと思います、うん、ですかね。まあ、あとは告知事項はないです、ね、そうですね、さっき言った2月の告知を早く今日言えると思ってしたい、もうちょっとまた確認しましょう。そうですね、はい、そのうちできます。それ本当に超大事な、もう皆さんの協力が必要。そう、必要、僕のリサイタルと同じぐらい協力が必要になってくる
気がしますね。イベントがね、はい、イベントというのかながあるので、はい、ぜひぜひぜひ、もうそれはちょっと改めて楽しみに待っていただけたらなと思います。はい、うん、と思いますですね。ぜひ待っていただけたらと、うん、いや、まあ、早く告知したいし、しなければならない、 そんなものが多くの人に聞いてほしい。まあちょっとヒント出すと、うん、愛知室内の年間スケジュール、年間の公演がいろいろ出てるやつがあるはずですよね。確かあるんですけど、そこに書いてる、あるっちゃあります。あるっちゃある。ヒントは我々の名前はありませんけど、あ、そっか、はい、あるとは思いますので、 そちらをぜひチェックしていただけたらと思います。でまだあと5分あるわ。と松浦くんは亀が好きなんですよ。あ、亀が好きです。亀が好きで、リクガメ、はい、リクガメは一匹も飼っておりません。何回この話すんねんっていうぐらい、このやり取りも何回もやってます。100回くらい聞いてるけど、はい、水ガメです。水ガメですね。水をバチャバチャ泳ぐ亀。水の亀、水の亀、はい、水で生活する亀、水生亀の亀、はい、が好き。好きです。っていう僕の亀博士 X に行くと、サブアカウントじゃないんですけど、カメ、うん、アカウントが、カメアカがある、あります。本当に気分でカメの写真だけを投稿してるすごい何の面白みもないカメアカウントがあります。何の面白みもないけど、自分的には面白い、面白い、はい、それぐらいカメは好きですね。カメ好き。昔ホルンケース、今は違うんですけど、あ、シャイニーケースっていう、ギャッキラの、わかるわかる、あれ緑でした。え、緑だったんだ。私も一番最初のケース緑だった。本当ですか。うん、あ、でもシャイニーじゃないけど、シャイニーじゃないんかい。マーカスボナ、マーカスボナね、え、緑だった。そうだったんです。あ、一緒ですね。なんか一緒、やっぱすごいレガシー感じ、感じますね。カメ、カメ好きな人いたらぜひフォロー、そちらのアカウントもぜひフォローお願いします。お願いします。はい、カメの話も、したら、ましないけど。でも松原くんの趣味って言ったらカメだよね。カメですかね。カメだね。一番語れるのはカメですね。うん、コーヒーが好きとか言ってましたけど、うん、なんか深入りが、浅入りが、どこどこの豆がとか、そこまで語れないんで、うん、カメだったら、まあ、どこどこ原産の何々何々ガメがどうたらこうたらで目の色が綺麗ですよねみたいな、そういう話はできる。え、演奏するときは飲むの、カフェイン大丈夫派？大丈夫じゃない。あ、コーヒー飲めないです。あ、ほんと震えちゃいます。じゃあ気をつけてる。気をつけてます。あ、まあやっぱそうだよね。はい、まあ、心配事は減らした、まあ気持ちのかそのなんていうの、うんうん、問題かもしれないけど、問題だと思いますけど、うんうん、まあ一応気をつけれるもんは気をつけとこうかなという感じでやらせていただいております。念には念を入れてね。そう、念には念をやっぱり大事ですよ。うん、ベストパフォーマンスをね、いつもした方がいいと思いますので。確かに確かに、それは一応気をつけてるな。私もほぼ飲まない、カフェインは取らない、うんうん、っていうのは結構気をつけてる。まあさ、まあ、その失敗談成功談ありましたけど、やっぱ失敗談それも一個あるかも、うん、モンスターを飲んで学生オケの本番やったらめっちゃ震えました。やっぱめっちゃ引きずってるじゃん。あれはありました、ね、あれはちょっとめっちゃ引きずってる。そっからやめようと思いました、ね、やばいよあれは、うん、ちょっと強すぎるよ。震えましたね。そういうこともあるよね。そんなもんです。まあ、やってみんなね知るからね、うん、なんか大丈夫だって思って本当にダメなんだってことあるよね。ありますね。なんかカフェインくらい大丈夫でしょって思って本当そうなったりさ、うんうん、なんかまあこれくらい辛いもの食べても大丈夫かなとかさ、うんうん、なんかお腹いっぱい食べても大丈夫かなとかさ、うん、まあ、いろんな経験をしてその適量が分かっていきます、ね、そうそう、自分にちょうどいい、ね、そうそう、うん、といったところですかね。ですかね。僕らからはこちらからは以上です、うん。本当ちょっと今日ねぬるぬるしちゃったんですけど、ぜひまた聞きに来ていただければなと思います。お、亀来た。あ、亀ありがとうございます。亀ありがとうございます。ピース、亀ピースね、また来てください。はい、ホルンの花チャンネルも一応今頑張って作ってはいます。はい、本当に作ってます。これすごい進んだんですよ。前は更新しますっていう漠然としたやつだけど、今作ってますになったんで、こうちょっと進捗がこう進んだ。ぜひ楽しみに僕も楽しみに待ってます。すいません、よろしくお願いしますよ。ありがとうございます。はい、じゃあということで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいいお盆を、そしていい夏を、そして
地震に気をつけて。そうですね、気をつけて、うん、良い夏をお過ごしください。お過ごしください。またじゃあまたやります。ありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。失礼します。